ひろりさん、はじめまして、あゆみりえこです。番組に呼んでいただいてありがとうございます。本当にお会いしたくて、ずっと楽しみにしていたんですが、私がちょっとコロナにかかってしまい、ちょっと肺炎をこじらせてしまって、それで、スタジオの方に直接行くことができなくなってしまって、本当にごめんなさい。もうすごく行きたかったんですけど、はい、こんなタイミングで肺炎になってしまって、入院生活をしばらく送っていました。でまだ全然咳とかも出てて、もうね、危険な状態は脱したんですが、やっぱりね、空咳がまだ続くんですよ。で、肺炎自体もほぼ治ってるんですけど、やっぱり咳が出てしまって、呼吸が苦しいとか胸が苦しいっていうのはまだ続いています。はい、またね、元気になったら、ぜひどこかの機会で、ね、ご一緒できると嬉しいんですが、もう本当いっぱいお話ししたいことあったんです。台湾でご結婚されて、生活をされていたということで、すごく私、自分もやっぱり台湾人と結婚して、まあ離婚したんですけども、そういった共通点もあって、お会いしてお話ししたいこといっぱいあったんですけど難しくて、本当にいやー残念です。でもまた絶対機会があると思うので、はい、ご一緒させてください。よろしくお願いします。その際にはぜひいろんな台湾の話も含め、楽しいお話ができるのを楽しみにしています。今回行けなくて本当に申し訳ないんですが、はい、ビデオレターということでお届けさせていただきました。ありがとうございました。あゆみりえこでした。